武田支店の紀子馬場信春、ここは長篠城の目の前の、真上のですね、大辻さんの裏にある水杯の井戸と碑がある場所になります。まあ、武田四将、まあ、四天王の3人ですね、とあと土屋正嗣、まあ、正嗣もね四天王ではないですけど立派な武将ですから、まあ、ちょっと年齢が若いというだけです。まあ、こちらで討ち死にしてますけどね。こちらがその、水を汲み交わした、井戸ですね。まあ、水杯、水で杯をしたと、まあ、お酒ではないんですけど最後の別れを惜しんだという形になりますよね。まあ、ここに詳しく書いてありますけどね。まあ、結局鷹山の本陣でですね、勝頼公のその主戦論というか決戦は変えられずにですね、もうこれは最後もう死ぬしかないと、もう絶対決戦だったら不利だということを意識してたんだと思います。もうこれはもう主の命令ですからね、もう従うしかないんで、馬場信春は決戦回避を主張して挟なかった同志の将、内藤正豊、山形正景、土屋正嗣らを自分の陣種である大辻山、まあ、ここを守っていたのは、まあ、馬場信春、武田信豊らの2000ぐらいの兵だったと思うんですけど、でここでですね、まあ、一晩一緒にいろいろ語ったんでしょうね、語り明かしたと。で、まあ、明日の一戦で、まあ、最後になると。もう最後に、まあ、皆さん出身も経歴も全部違うんですけど、よく武田に尽くした武将ですよね。もう武田にはこういった優勝がたくさんいましたんで、どれほど強かったかと、まあ、ほとんどの方がですね、まあ、4人ともって言ってもいい、まあ、土屋正嗣がちょっと違うかもしれませんけど、まあ、ほとんど信玄公に取り立てられてですね、ここまで、一部隊を扱う、武将に成長したと。いや、まあ、四天王っていうのは後の呼び名ですから、この人たち本人たちは別に名乗ってたわけじゃないですから関係ないですけど、まあ、それほど有名な武将とになったと。まあ、今生の別れということで、ここの泉の、水をですね、なんか手持ちでも持ったみたいですけど、これが日の方ですよね。まあ、本当にここは何度来てもここで本当に月を出てね、同じ水を吸い、酒はなくていいんですけど、この井戸の水でですね、杯をちょっと一回いつかやってみたいんですけど、まあ、お寺なんでね、夜来てるとちょっと近くにお墓前怪しい人だと思われそうですけど、そのぐらい、いい場所です。武田不安なら絶対来るべきです。はい、大辻浦の、水杯の井戸でした。